ミートの玉かな、そこ入っちゃった。いや、山守りって言おうとしたら玉守りって言ってた。玉守りってなんだよ、それ。え、人連さんいますか、足取り使いの人連さん、こちらの方まで来てください。Bバンダイ、さあ、A バンダイは安倍さんのクリプト、岸本さんのディズニーのチーム、対しまして高安寺勝ち対ジョニーチームは先鋒戦、夫人対安倍さんのクリフ。安倍さんはもう初級者の中にはさすがに入れない活躍を見せておりますね。まあ、なので水曜日は中級者の枠で出ることになると思います。頑張ってください。まあ、中級者はね、本当いろんな人が出るようにしております。まあぶっちゃけそういう枠組みめんどくさいんで、まあ初級者の方がたくさん来れればなって感じですな。さあ夫人オーラーから対する夫人ドーンドーン、リンリンじゃねえよ。ギリギツ。さあ昔のアンジュラは良かった。ボケてんじゃねえ。嘘です、昔のアンジュラはハメがあったから好きじゃありません。あれけガードポイント軽すぎて飛んでったぞ。やべえ、線の線。ファーストは全く空気のように消化されて走っていく感じ。あ、やばい、なんでヒットしてるの。マイケー連打してたー。風神ほい、はいはい、風神オンからのシッツからの風神かな。かいちょろちょろしてんじゃねえ。かい風神はおい。未熟さあ、そして最近大活躍の岸本さんのディズイが出てきます。あ、確かに万葉さんのツイッターの毎朝の占いが気違いじめてるという噂ですね。さあ開幕バックステップ読みのマイスでしたが、ここは読み合っていたマイピーで返していく岸本ディズイ。さあ2スサイク、この2スサイク非常に強い低姿勢で、さらにあのね、羽の判定強いですよね。これジャーンですから、さあ追いかけていくのはジョニー。さあこうなってしまうとジョニー厳しい、ゲージは溜まっているので、このゲージで一気に体力差を返していきたいところなんですけども、今回の DZ は非常にビットって言ってもいいのか、いいな、ビット NG って出るし、強力なんです。さあこれ美味しい、コインを投げていない。ここでついにヒット、画面端溜まったゲージを作らず、あーかー、どうしてだった、ジャンハイシャンディップね、非常に高いコンボ選択だったんですけども、ジャンディの着地硬直で技が出なかったみたいですね。そして今のは暗転ガーフ。さあなのでね、普通のジョニー・ディディはこんな感じでスリリングな展開で見ていて面白いと思います。まあ俺はもうあれなんで、もう最初からコイン投げてなんとかしたいって感じなんですが、ここはダメ、強すぎる。勝ったのは岸本さんのディディ。さあ決定戦になります。L の人、あ、違いますね。そういえば、ミカドのジョニーは L と R がついに揃ったんですね。最近、霊毒いないですけど。さあ、何を考えるのか。岸本さんのディズイ対、タカさんのハイスラ風神。おお強気だ、一回食らえばいいんですよ。バースなんていらねえ、俺にはガードポイントがある。裸一貫よいしょ。やべえやべえ、あのディズニーが押されています。ハイスラ風神確かに金安オンまで決めて画面欲しい、最初は落としてガーフ。こうなってくると切り替え手段が非常に乏しい、ディズニーは厳しい。さあ読んでいた
しかし日経指導はねちょっと追いやすい。さあここはインペリを使ってやり直し、追いかけるアンジー FB 室ですが風神飛んで空中ダッシュタシピー足払いマイズの風神リンピッピッピッと。さあクラシキル多賀さんやっぱ強いですね。ですよね。ですよね。話し相手を破壊してブーストがかかったかのようにぶっ飛んでいく。2敗だと。どういうことなんだ。もうやばい、しっかりつないで、ガメアジン、おら殺せ殺せ。さあまず読んで、はいはいほいはいはい、メシンドン、音楽来るぞ音楽来るぞ、気をつけろ危ない。ほらよーとライフイズグリーン。スタイル殴りが魂こもってますね。まさに職人。話し相手作らせなきゃいいねとか、こういうね勢いでした。勝ったのはタカアンジー、勝ちたいジョニーチームでーす。俺のコインもね、あのハイセラフージュと一緒なんだよ。はい、続きましてフィーノ・ベノム・ケバ・弟・アバチーム対するは違う違う違う、そこじゃないよ。大阪さんチームじゃなかったっけ。あれ違うな、あれそこやったっけ。やった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 。うん、どっち勝ったっけこれ。こっちだよね、こっち勝ったよね。じゃあ伸ばしといてせ。じゃあ残った負けトーナメントボンボンやっていきまーす。お待たせいたしました、ヒロさんのアンジとマロシさんのポジョンキンのチームとラークメイ、ケンザキ、マコトスレイヤーチーム A 番台。 B 番台ではオノコシさんと大阪さんのチームいきましょうか。俺ハイソル風神は別に動画台で見る分には全然好きですよ。最近大会動画でねヒロさんのことを話すたんびに次の大会の時にヒロさんに怒られるんで、今日は自重していきたいと思います。怖いんですよエントリーの時。